はい、女子ゼッケン1番平地彩子。そうですね、お願いします。彩子、おっと谷上、上に出て上だよ、上。あーきつい。ゼッケン2番前田エレン。先ほど行われました定数男子1本目の仮タイム、競技の仮タイムを11時5分をもって公式停止とします。なお失格者はありません。競技期限は11時20分です。続きまして競輪男子1本目の競技の仮タイムを11時5分をもって公式停止といたします。ゼッケン3番加藤桃子。3カメ入りは3カメの急斜面上上から来るんだよ。しっかりストックついてで、インスペクションで後に言ったようにヘアピン過ぎた後も片車だから K1 男子しっかり逃がし返しが乗ってくる。失格者は右ナンバー後のヘアピン過ぎればもう問題ないから原野トーマさん、ゲートナンバー48片足スクーター。K1 男子原野トーマさん、ゲートナンバー48片足スクーター、より失格といたします。攻撃期限は10番ゼッケン4番高梨。フルナンバー第2位50秒の第2位です。3カメの入りのスルーゲートね、結構縦目だけどスルーゲート過ぎてその上しっかり高い位置から入って3カメのターン遅れないようにね、結構アウトに溜まってるからしっかり高い位置から行くように。でインスペクションの後に言ったようにヘアピン3カメ用にヘアピンから過ぎて右足返すのをしっかりしっかり行く。この子過ぎればビルナンバー4ダイム50秒4秒ダイヤインです。あの上うまかったし、あの上排泄したらだいぶいいもん、うん、ゼッケン6番丸山。タイム52秒74第5位です。ゼッケン7番寺島ノア。あれ、ミカさんの時もさ、はい、今45秒インターバルぐらいでやってるんで、はい、2本目トップ15ゴーランドゴールにしようと思って、うん、先行レース絡んできたらこの方が、まあ、そうタイムテープ行ってもないですけど、ゼッケン8佐野。タイム51秒9です。
いやだから俺セッケン10番鉄拳10番ビルナンバー9タイム52秒ロニー第8位です。ジェリー店のプロ情報上げたくない。DF 鉄拳11番3壁のスルーゲートの入った後しっかり高い位置に入れて、急斜面ターンのタイミングを遅れないようにしていたので、インスペクショナーって言ったように3壁下のヘアピン抜けた後も右足外足片下になっているから、ね、そこしっかり頭に入れて片足すぎたらコースも何も問題ないから思い切っていくように、あ斜面元気よく縦にスキーしてこないと勝てないからね、タイム出ないからね、頑張れよ。次じゃん割と余裕が気持ちで締まる。鉄拳中に竹内いいか。鉄拳13番エレンかキラチか、いやキラチ止まってたもん。ああそっか、エレンエレン読んでくるわ。全中入賞してた。ああビブナンバー2番三島瑠璃子選手、札幌青春緑学院中学校スタート県14三島瑠璃子ビブナンバー2番タイム49秒1第1位です。県15伊藤ビルナンバー2番タイム49秒90第4位です。タイミング遅い日やな、高めだから間に合うっていう、やっぱり練習しないと。急斜面っていうか逆手に行った時にもう遅いもん、どこで諦めて逆手をさせるか。